赤番のホームへと出てきまして、3番の島津聖光法変わりませんが、7番手からぐんと位置を上げた7番の阿部大輝上昇です。3番の島津をかわし去って7番の阿部大輝先頭へと変わりました。中段変わらずに1番の南修司、そして7番手車間を切っている3番の島津拓也、バックで腰を上げて先行体制に入ります。南関東ライン、そこへ7番の阿部大輝突っ張るような素振りで前段は並走主導権争いです。3番の島津拓也、5番の勝瀬拓也、この2人で3番手に収まる7番の阿部大輝、そして猛然と1番の南修司の巻き返し、ホームで動いて1番の南修司、3番の島津をさあ捉えます。そして6番の松山圭介、少し口が開いている。3番の島津が2番手にはまる格好になって、5番の勝瀬3番手、その後4番の小林信春、そして内では7番の阿部大輝の追走で、さあ1番の南は苦しくなって、3番の島津と5番の勝瀬拓也迫って5番の勝瀬拓也ゴール。2着は4番小林追い込んで3番の島津と接戦。